スケールモデルのね、楽しいとこって、現物があるとこですよね。こう、現物のにいかに近づけるのかっていうのをね、考えながら作るのが楽しいですよね。で、こうやってね、いろいろ今ね、今の時代はこうやって見れますし、見ていくといろいろわかるんですけど、現物を見るとうわあどうしよう、ここまでしないといけないのかって思ったりもするんですけども、案外人のね模型を見るとなるほどここまで作ればいい感じだなとかいろいろ分かってきますよね。帽子が可愛い。略帽をかぶってるのかな。やっぱ普通のバイクと同じように、左の足が、ギアチェンジなんですね。さっきの動画でも確かにそうやって一足に落としてたもんね。こうアベールのね商品名というか型番が分かったら、その型番を直接も叩いてしまうというのも手ですよね。で、まあ、なんとなく分かってきましたね。なんとなくちょっと見えてきた感じがするので、これがモデルにしたのに近いですね。かなりよく似てますね。なるほど。まずですね、ここにあるこの四角いの、これがね多分バッテリーなんです。で、この前にあるこれがねエアフィルターなんです。多分ね、全部多分ですけど。で、これがねキャブレターなんですね。そのガソリンとその調節をしてる弁がここについてるみたいなんですけど、で、これがシリンダーで、ここの両サイドにプラグがついてるんですけど、で、このバッテリーからこのキャブレター、バッテリーからここのプラグにね、とりあえず1本伸びてるんですね、線が。で、このキャブレター、この調節、混合を調節するところからもどっかに伸びてるんです。で、再現されてないのは何個かあって、この辺なんですけど、燃料タンクからこのキャブレター空気と混ぜる量を調節しているこのここですね、そこに燃料パイプのパイプがついてないんですね。これがどこにもついてなくて、燃料タンクからこの辺に伸びてる回路が1個ないんですね。それとからここにあるホーンですね、このホーンがついてない、ホーンがついてないですね。そこはこの辺のそのウィークポイントで、ここのガラ空きになってる、ここにホーンをつけることと、ケーブルをちょっとつけて、この辺にそれらしくつけること、それから燃料タンクからキャブレターに至る、線をつけることっていうのがちょっと絶対必須かなというふうに思いますね。